皆さんごきげんよう。いかがお過ごしでしょうか。今週のピュアジャムはバックカントリーセッション。早朝からハイク開始、現在山頂からお届けしております。まずはてっぺいさん、斜面状況を確認しながらドロップイン。風が強く光が入ったり入らなかったり、そんな時はそう、雲の切れ間が来た瞬間に FJ ことヒロ君ドロップイン。俺らどうするっすか、これから。これからどうするっすか。一旦戻って合流して。うん、から。どうする？リゾート行く？リゾートでもいいし。リゾートの奥の誰も入ってないとこ探しに行くか。晴れてんもん。ナイスなロングランをメイクし、ヒッチハイクもメイク。CM の後は午後の部、どうやらゲレンデに行きそうです。ピュアジャムゲレンデセッション午後の部始まっております。ルスツリゾートからお届けいたします。
あの一瞬だけだったんですね、晴れたの、あの後の。ペッペク上がります。そう、俺上がるわ。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだね、ちょっと寒いな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。てっぺいさんとの挨拶もしっかりしてからのおかわり2名。 CM の後は久しぶりのあうんの呼吸セッション出ますでしょうか。チャンネルはそのまま。今週もラストのお時間となりました。連日のセッションの疲れはどこへやら。いい雪があるうちは休まず滑り続けるミスター・ビュー・ジョン。10万かかるからね、これ作るのも。いや、うん、いや、それはもう出世バレる。もう500万ぐらい貯まってるからね、お前。うん、いや、もう出世バレる。出世しろよ。ということで、あの人が無事セッション交渉成立したようです。明日行ってもいいかな。あ、せーの、ふんふんふん。なんつってね。来週のピュアジャムは交渉成立の村上文雄くん、ここで合流、待ってたよ。そして映像でも見てわかる通り、この大雪、パウダースノーの聖地ニセコがいよいよ本気出してます。次週、中井と文雄のストロベリー編、半端ないの見れちゃいそうです。それでは皆さん、また来週。 Thank you。